はい。じゃあ、本日は真珠湾攻撃という形になります。はい。真珠湾攻撃ということになるんですが、皆さん日本とハワイの関係見ておいてください。いいですか？もしご自宅に要するに地図なかった場合に関しては、別にスマホで検索してください。ハワイの位置、真珠湾って何ですかって、ハワイのことです。ハワイを攻撃するわけなんですね。はい。で、日本とハワイの関係性を見てもらうとわかるんですが、東になります。日本から見て東に行きます。お前何言ってんだって話になるんですけど、南進政策ってことなんで、つまり中国大陸から南に行かなかったんですね。南に行ってイギリスやアメリカの補給ルートを断つと、これが目的なんですね。これを南進政策というふうに言ってるわけなんです。なのになぜ真珠湾を攻撃するんだって話、なぜ東に行ったっていうね、まあ、こういう状態なんですね。で、これね、すごくね、この当時、僕これ大学の時に勉強してた時は、バカなのかなって思ったんですよね、正直。正直、何考えてこれ、わけわかんなくなるんですよ。ね、北に行くって言って満州に行ったと思ったら次に南に下ってくるじゃないですか。で、南に下っていったかなと思って、よし、南進政策だと今度言い出したら東に行くわけじゃないですか。で、東の真珠湾攻撃したらインドの方の西に行くんですよ、今度は。で、何考えてんやろとか思ったんですよ、当時は。当時勉強してた。ただ、こういう動きする人、結構日本人多いですよ。多いですよ。はい。私もよく言うんですけど、戦略っていう、大戦略っていうのを必ず考えるんですよ。大戦略っていうのを考えるときに大事になってくるのは、戦力の一点集中っていうのを考えるわけなんです。例えば、A 数国リーシャーってやった場合に、得意科目を先に伸ばしてしまって、苦手科目は後とかいうことになります。で、英語の点数がどうしようもないぐらい、例えば悪いので、例えば数国リーシャーの成績だけを上げて、英語を後から要するに成績上げましょうねって、まあ保護者に例えば言ったとするじゃないですか。そうですね。だいたい5、6回は、先生英語どうしたらいいですかって電話かかってきますからね。お前は真珠湾攻撃かって言いたくなるんですけど、これ多いですよ、皆さん。日本人は特に。なんか要するになんか南に進みますよ目標を立てると、東に行ったり西に行ったりとか、なんていうんですかね、そう多いんですかね、日本人って。なんか日本人ってそういう性質なのかなって思ってしまうんですが、これ海外にもあるんですかね、よくわからないんですが、まあドイツもよくやりますけどね。はい。という風な形になります。つまり、ポイントになってくるのは、前回もお話しましたが、日本軍の目標は南へ進むことなんです。南へ進むことなんですが、なぜか真珠湾を攻撃する。ハワイを攻撃し出す。ということです。これもあんまなんでとか考えないです。私も文献いろいろ見たんですけど、みたいな。ノリかっていう、戦争ノリでやってるのかっていう感じになるんで、まあそんな感じになります。まあ詳しく知りたい方は、まあ大学行ってね、歴史書とか貼ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。まあまずはとりあえずは高校受験を突破してください。大学受験を突破してください。という形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。